静岡県警察は警察法第36条により静岡県に置かれた警察組織であり静岡県内を管轄区域とし静岡県警と略称する警察庁関東管区警察局の監督と静岡県公安委員会の管理を受ける給与支払い者は静岡県知事本部所在地は静岡市青井区大手町9-6県警ヘリ 富士2号静岡県警察の公表地、大規模警察本部であり、本部長は、警視官。県内の各政令指定都市に、市警察部を設置している。以下の28警察署がある。市町村合併等に絡み、警察署の再編が進行中である。警察車両ナンバー地名は、伊豆地域が、伊豆、沼津市周辺地域が、沼津、富士山南陸地域が、富士山。 中部地域が静岡、西部地域が浜松である。市町村合併により、警察署の管轄が市町村の境界と合致しなくなっていることや、サービスの向上を目的として、警察署の再編が推進されている。以下は、静岡県警察本部が、警察署再編整備計画として2005年11月30日に発表した内容であり、公表後に合併により、 地名が変わっているところがある。警察署の再編計画が発表された2005年時点で29あった。警察署は、神原、森、三作坊松崎署の文庁舎かと袋井、その署の新設によって、2013年現在で27署となっていたが、2019年4月に浜松日署が新設され、28署体制となった。 警察署の新設以下の3警察署を早期新設すること。2019年に完了。警察署の統廃合、文庁社会科の4警察署を文庁社とすること。管轄区域の変更以下のように警察署の管轄区域を変更すること。すべて変更済み。名称の変更以下のように警察署名称を変更すること。2012年現在、灰原。 新居所のみ変更済み。運転免許の更新を扱わない警察署静岡県警察では有料運転者及び高齢者講習受講済みの免許更新はすべての県内の免許窓口及び警察署分庁舎で手続きできますとされており、さらに浜北警察署では行政処分を除く免許関係手続きを取り扱っていませんとなっている。これは 西部運転免許センターが隣接しているためで案内でも隣接する西部運転免許センターへお越し願います。としている。マスコットキャラクターはサッカーボールをモチーフにした SP 君名前は静岡ポリスの頭文字 SP から。誕生日はキャラクターの制定された1996年5月21日。メーカーとしてはコイト工業製が 最も多くついで日本信号制となっており、一計三製作所や信号電材、松下通信工業制の信号機は比較的少ない。ちなみに同県では、聖和電気や三強高分子制の信号機の設置は全くない。歩行者用信号機の日差しはほぼ全てがノーマル日差しで、愛知県や東京都で見られるような日差しが、 下向きの歩行者用信号機は設置されていない。LED 式信号機への更新は、近隣の東京、神奈川、愛知などと比較しても、また、全国の中でもかなり遅れをとっていて、これまでは、静岡市や浜松市等主要な都市の中心部や、国道1号や国道246号等、交通量の多い国道交差点の国道側、郊外や市町村では、 事故が多発しているような交差点のみ、など、限定的に導入が進められてきており、2008年前半、あたりまでは、電球式の新設、更新も多く、LED 式信号機の設置はあまり積極的とは、言えなかったが、2008年後半あたりから、郊外や市町村にも LED 式信号機への、新設、更新に切り替わってきている。ただし、県内では、 薄型の LED 式信号機は比較的少なく従来型の LED 式信号機を中心に設置しており薄型より薄い超薄型信号機の設置も2010年代に入ってからようやく設置されている LED 式信号機への更新も小糸工業性が一番多いなお LED 信号機は樹脂製の信号機は設置されていない 薄型の LED 信号機は主に日本信号や信号電材製に見られるが、最近では小糸工業製の薄型 LED 信号機が増えて来ている。LED 式の矢印信号はこれまでも結構積極的に設置している。LED 式の矢印信号は、タフ県では2列配列がほとんどだが、静岡県では主に3列配列の LED 式矢印信号が設置されている。 なお、同県では、信号機を新設、更新する際には、警察署名、施行年月、施行業者の名前が刻まれた金色のラベルを、信号柱に取り付けている。ここでは、静岡県警管轄の事件で冤罪が確定した、事件を掲載。ありがとうございます。